ISEE-3、ISEEの軌道変更ISEE-3、ISEEはアメリカ航空宇宙局、欧州宇宙機関の太陽風、磁気圏、水星探査機。NASA のエクスプローラー計画59番目の衛星。当初、太陽風探査機ISEE-3、またはISEE-C として打ち上げ、運用され、その後、水星探査機ISEEとして運用された。1997年5月5日に一旦運用を終了したが、2014年に地球に最接近する機会を利用し、クラウドファンディングで資金を調達した民間団体が短期間再運用を行った。ISEEプログラムはISEE-1、2、3の3機の探査機からなり、3機が共同してをする計画だった。ISEE-1 とISEE-2 は1977年10月22日に打ち上げられた。ISEE-3 は1978年8月12日、NASA と ESA が共同で打ち上げ、NASA が運用した。1978年11月20日、太陽地球のラグランジュ点を回る測り軌道に乗り、太陽風と地球磁気圏の相互作用などを調査した。1982年、当初のミッションを終了した。なお、ISEE-3 は、ハロー軌道に乗った最初の人工物体である。ジャコビニツィナー彗星に向かうISEE-1982 年6月10日、ISEE-3 は新しいミッションのための軌道変更を始めた。4回の月スイングバイト15回のエンジン噴射からなる軌道変更をし、L2 点で地球の磁気圏微部などを観測した。1983年12月22日の5回目の月スイングバイで地球重力圏脱出軌道に乗り、ISEEと改名された。ISEEは1985年9月11日にジャコビニツィナー彗星から 7862km の距離でプラズマテールを通過し、水と一酸化炭素イオンを検出した。その後、1986年3月28日にハレー彗星に約2800万 km まで接近した。ISEEはカメラは搭載していないため画像撮影はできないが、周辺環境や粒子を観測する19個の観測装置を搭載している。1991年にはさらにミッションが延長され、ユリシーズと共同で宇宙船などを調査した。ISEEは1997年5月5日に運用を終了した。最終的な軌道は、近日点距離 0.93au、遠日点距離 1.03au、軌道傾斜角 0.1 度、公転周期355日の太陽中心軌道だった。2014年8月に地球に最接近する。NASA が2008年9月18日にディープスペースネットワークを使用して、ISEEの状態を確認したところ、13個のうち12個の観測機器が機能する状態であり、推進剤も秒速 150m/EC の速度増分を与えられる量が残っていることが分かった。その後の確認により、1999年にディープスペースネットワークから旧式化した送信機器が撤去されたため、ISEEへのコマンドはもはや送信できなくなっていることが、確認された。新たな対応機器を作るには NASA には予算がないとのことであった。NASA が2008年に動作確認を行ったところ、13のシステムのうち12個は正常に動作し、推進剤も残っていることが確認された。2014年3月1日と2日に、ドイツのアマチュア無線局の20メートル電波望遠鏡が、ISEEからのビーコン波を受信することに成功した。2014年8月に地球周辺に戻ってくるため、6月までに衛星を制御できるようにできれば、小さな軌道制御を行うことにより、L1.2 再び戻すことができることから、民間の団体がクラウドファンディングを使って資金集めを行い、ISEEの運用を再開することになった。軌道制御を行う場合は、月から高度 50km 以内のところをフライバイすることになる。完成に必要な無線機の機材は1999年に撤去済みだったので改めて元の使用書を元にソフトウェア無線で構築することになった。2014年5月に探査機を再起動させるために目標としていた資金$125,000をクラウドファンディングで集めるのに成功。その直後、NASA もこの団体に対して探査機との通信を確立させるために必要な技術データを提供することを公式に発表した。2014年5月29日にプエルトリコのアレシボ天文台を使ってソフトウェア無線でテレメトリ受信とコマンド送信の双方向通信に成功した。2014年7月2日、民間の団体は1987年以来初めてとなるスラスターの着火を試みたが、スラスターに推進剤を供給するために加圧する窒素ガスの不足により、このスラスターの着火は失敗に終わった。そのため、プロジェクトチームは科学的データを集めて地球に送信するという代替案を考え出したが、同年9月16日に通信は途絶えた。ありがとうございます。